桜を描いてみたいと思います。手前に大きく一つ桜があります。塗ってみましょう。これが日向の桜の色ですね。まあイエローなんかもちょっと入ってもいいんですけどね。こうやってのっけていきましょう。ほらね、立体としてこのくらい強く日向と日陰を色の段間明暗で描いていきましょう。ちょっとあまり描き込まないようにします。単純化です。これは土手ですね。こんな感じです。ほら手前の方だけ細かくですね。はい、こんな感じですね。はい、出来上がりです。ね、あなたもぜひやってみてくださいね。またすぐにお会いしましょう。